気持ちが現実になって、最近はめちゃくちゃ幸せな気持ちなんですけど、それも全部皆さんからのおかげでだと思います。ありがとうございます。もっと大きな拍手を。静かなだな。すみません、歌詞を僕が作ってたんですけど忘れちゃって。はい、次の曲では、チミロを代表するような曲で、ザーという曲がありましたが、みんな、ダ、ド、ダ、ダ、ラというところを知ってますよね。今一緒に歌って。Never!
ザーという曲でしたが、歌詞がね、サビのところでメロメロとかベロベロというところがあるじゃないですか。で、あれって初めて作る時に、どういう歌詞が一番似合うかなと思ってて、なんとかあの時3人でめちゃくちゃ酔ってて、どんな歌詞がいいかと思って、今メロメロでしょって、いや日本語でメロメロじゃなくてベロベロだよって、そうだったら昔僕が僕はうなぎの方にメロメロ、うなぎの方は僕にペロペロみたいなやつで、メロメロメロワーベロベロベロって似合うだなと思って決まってここまで来ました。お、おかしい？チミル最高って、ありがとうございます。まだ今回日本の全国ツアーが始めて、仙台から始めてたんですけど、まだ他のところに行ってて、お次大阪だよね、大阪に行ってて、ロードライブ行けるかな、まだ分かんないんですよ。であれって警察からめちゃくちゃ、去年にも警察から電話もらってあれはダメですよみたいな感じ、イエローカードをもらって、いやでもやりたいならバレないように絶対行っててやってたら、行けるかなと思います。エビの味か、はい、次の曲では、ティビティという曲歌います。もっと大きな拍手をお願いします。Thank you.